どうも吉谷です。ですね、なぜこの動画を撮ってるのか、単刀直入に眠くなったから回しました。はい、眠くなったので、もう落ちそうだったんでやばいと、これ喋ればなんとかなんじゃないかなと、ということで喋りながら寝るってまあありますけれども、とりあえずちょっとは脳が動くから眠くなくなるんじゃないかなと。はい、なので特に決めてないです。ただ眠いから撮っただけです。特にないんですけれどね。眠い。あ、そうそうそう。健康ランド、静岡の健康ランド行って思ったんですけど、やっぱね、高齢者がめちゃくちゃ多かったんですね。高齢者が、いやー、あの高齢者ラッシュはすごかった。なんかバスでブワン来て、まあ全部おじいちゃんおばあちゃんしか乗ってないんですよ。でおばあちゃんとかがなんか楽しそうに列を待ってるわけですよ。でなんか笑顔でこう話してるわけですよね。で待ち合いスペースとかもおじいちゃんおばあちゃんしかいなくて、でまあ風呂場の中も結構だいぶ高齢者の人が多かったですね。でやっぱなんだろうな、これが今の日本かなって思いましたね。やっぱ高齢化社会って言われてますけど、やっぱその高齢者にそのマッチングしたビジネスっていうのはやっぱ当たるなと。ただ何をやるかなんですよね。やっぱライバル、そんなのはみんな分かってんで、ライバル多いじゃないですか。ライバルが多いので、でもライバルは多いけれども需要はあるじゃないですか、まあ、需要というかね、その高齢者が増えていくわけですから。だから今葬式屋とかめちゃめちゃ儲かってるらしいですけどね。でその、まあ、何をやるかですよね。吉谷だったら何をやるか、高齢者ビジネス。僕はやっぱコミュニティビジネスですね。やっぱ今日見てても思ったんですけど、じゃあそのおばちゃんたちが風呂入りたいのかっていうわけでも、もうもちろんね、温泉に入りたいっていうこともあるとは思うんですけど、一番楽しいところってその仲間と触れ合って、友達とか触れ合って一緒に温泉入って一緒に喋るっていう、一緒になんかしゃべるっていうのが楽しいと思うんですよ。であんまり見なかったですね。やっぱそのグループごとで来てる人が結構いたんで、たった一人で高齢者70、80の人がたった一人で風呂入るってあんまなかったんですよね。今回の静岡のところは、大阪はねチラチラいましたね。大阪はね、なんか80ぐらいのおじいちゃんがね、夜中3時4時まで起きてて飯食ってましたけど、その寂しいと思うんですよ、結論。いや結論寂しいんですよ。だからその寂しさを、その寂しくなくすじゃないですけど、まあ、そういった、サービスを、おもろいサービスですね、考えてやりますね。やっぱ寂しいと思うんですよね。寂しいと思いますよ。その寂しさを埋めるため、だからなんか今なんかね、これ聞いた話なんですけど、そのカラオケ喫茶っていうのがめちゃめちゃ儲かってるらしくて、まあそのサークルとか、その高齢者の人がサークルとかでそのカラオケの喫茶店行って、そのなんか会みたいのがあるみたいなんですけど、まあそういうところで歌おうぜみたいな。でその、まあ、カラオケ喫茶は、まあ、1回100円とかで取ってるらしいんですけど、毎回何回も歌うんですよ。しかもリピート、ただずっと、しかも何もしなくても勝手に歌われて、勝手にも 金が入ってくるみたいな。でおじいちゃんおばあちゃんは楽しい、歌って楽しいみたいな。だそれもその憩いの場所じゃないですか、カラオケ喫茶っていう。カラオケ行ってみんなでちょっと楽しくやろうぜみたいな。だそれもコーヒー飲みに行くというよりかは、カラオケを通してなんか楽しむっていうやつじゃないですか。だから若い時っていうのは、なんだろうな、まあ僕もそうですけど、一応そのまあ出ようと思えばいろいろ出れるわけじゃないですか。車運転して、
今も車を運転してますけど、そのなんかその行こうと思ったら行けますよね、若い時って。でも年取ると行けないわけじゃないですか。行けない、行こうと思ってもなかなか行けない。うん、だからなんかこの前テレビで見たのは、そのなんだろうな、あの軽トラで出前スーパーというか、軽トラというかね、なんか軽自動車をちょっと改造したワゴンボックスみたいなやつで、そこにスーパーの名前なんだっかな、一応ニュースでやってたんですけど、まあそれが今すげえ流行ってると、流行りだしてると。だ地域行くと、そのなんだろうな、まあ移動スーパーなんで、まあそこでちょっとまあまあいろいろ買えるわけなんですよ。でなんかその来ましたよみたいなやって、で到着するとなんかね、どっかからかわかんないけど、ちょこ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 おじいちゃんおばあちゃんがこうぐわーって盛りだくさんになるっていう、いやこれいいね、助かってるよみたいなね、うん、インタビュー受けてましたけど、やっぱね外に出れなくなるんでどんどん孤立するじゃないです か。そこをなんだろうな、やるっていう。だからやっぱまあそれってその個人、その老人に向けてのそのまあアフターサービスじゃないですけど、そういうリアルのサービスじゃないですか。じゃあインターネットを使って何ができるかなとも今思ったんですけど、やっぱり動画かなと。今の考えの視点で考えるなら、いかに楽しませるか、いかに寂しいっていう気持ちを楽しくさせるかっていうところなので、まあ、動画見てもらえばいいと。だからその動画の見方をまず教えてあげるっていう。ただおじいちゃんおばあちゃんもテレビ番組のテレビつけるのは分かるじゃないですか。テレビつけるのはね、あ、デバイスを売ってやり方も教えるみたいなのいいかもしれないですね。そのやり方が分かんないんですよね、見方が。 YouTube の見方が分かんないから、そのあと見るデバイスもないわけじゃないですか。持ってない、スマホ持ってなかったり iPad 持ってなかったりするんで、その YouTube の見方こんな楽しいよと、テレビはテレビよりもっと面白いよみたいな、テレビよりめちゃくちゃ面白いよみたいな、ことを、見方を教えてあげてデバイスを売っていくっていう、まあ、そういうやり方。あとはまあそのコンテンツを作り続けるですよね。おじいちゃんおばあちゃん楽しくなるようなコンテンツ、おじいちゃんおばあちゃんが何見たら面白くなるだろうなみたいな。でも今思いついたのが、そのおじいちゃんおばあちゃん、今70、80の人、70、80の人が昔を思い出して、あの時こんなことあったね、面白かったねみたいなのを思い出してもらうと。ということは昔のコンテンツを、そのなんかなんだこういうことありましたねよねとか、その昔に特化した、例えば昭和、30年代の、出来事みたいな、昭和30年代に流行ったものだけを YouTube のチャンネルにして、でそれを全部まとめていくっていう、昭和30年代、昭和20年代に流行ったものをもう大量に集める、それをコンテンツにする、情報を集めてそれをコンテンツ化する。それをだからニュースキャスターみたいにブワー喋ってもいいし、例えばね、昭和32年、9月8日、この日はこんなことありましたねと、でこの時はこんな商品が売れてましたねみたいな、あとテレビ番組でもよくあるじゃないですか、その昔を遡るみたいな。だそれいいんじゃないかな。おじいちゃんおばあちゃんが見て昔のことを思い出して、あ、いや若い時これ使ったみたいなね、いやこれ今の若い子は知らんがなこれねみたいなね、そういう情報をもう大量に集めて、これめちゃくちゃいいな、今言いながら思いついて思ったんですけど、これめちゃくちゃいいですよ、これめちゃくちゃいいんじゃないですか。昭和30年代20年代のネタをひたすら集めてコンテンツにするっていう、これ多分ねいいんじゃないですか、多分いい、
多分いい、まああとはその年代の人たちに YouTube の YouTube 超面白いんだよとかね、やり方を教えてあげると、まあ今だと、まあ、やり方教えなくても今のテレビ、今の最新のテレビって YouTube も見れるんで大丈夫かな。まあコンテンツ作る感じですかね、僕がやるとしたら。あとはそのビジネスでその端末を売ってくっていう、端末をおじいちゃんおばあちゃんに売ってくっていう、テレビ見るんだったらこっち見た方が面白いよと、で検索の仕方だったりとか、こんなチャンネルあるよみたいな、多分ねその面白さが分かると多分テレビより YouTube だと思うんですよね。YouTube ってこんなにすごいいっぱい見れるのみたいな、しかも無料で見放題なわけですよ、お金払わなくていい、だからなんだろうな、まあそういうのを広めていこうか、いくかなって感じですかね、僕が高齢者向けにやるんだったら。だから8なんかね、1960年代1950年代1930年代の日本っていうテーマとかね、それでもうめちゃめちゃもうそこを日本一のコンテンツ量、日本一の情報量、まあ、そうすれば多分ね、なんかねテレビ局でも取り上げられてもらえそうですけどね、この YouTube チャンネル面白いみたいな。それってでもあれじゃないですか、無料でできるじゃないですか、無料で企画次第なんで、あとはやるかやらないか、無料でできますよね、ランニングコストゼロで動画作れる。でも今は僕思うんですけど、まあいろんなお客さん見てきて結構ね高齢者多いんですよね。だから高齢者って言ったら失礼かもしれないですけど、メルマガ読者とか、51歳以上の人が 80% と、びっくりしましたね。まあもちろんアンケート答えてない人もいますけど、100人ぐらい取れたアンケートを元に言ってます。100人アンケート取れてその 80% が50歳以上でした。ってことはおそらくもうねだいぶ高齢者の人多いんじゃないかなっていう、その年配の人ですね。なんか不思議ですもん、なんかなんだろうな、そのまあセミナーとかやらせてもらうんですけど、そのなんだろうな、やっぱそのセミナーに来る人たちが、まあ、僕よりその年上の方ばっかりなんですよね。でそんなその年上の人に教えてるわけじゃないですか。今警察おったな。まあ年上の人たちにこう教えてるわけじゃないですか。なんかね矛盾してる最近思うんですよね。そのまあ僕今30今年4になりますけど、セミナー参加する人が60とか70の人とかいるわけじゃないですか。で僕より30年も人生経験あるわけじゃないですか。そんな人に僕が教えてるってなんか何なんだろうっていう、何なんだろうって、本来だったらもっと人生経験あれば、僕より何十年もね生きてるんだから、本来ならば僕たちがそのねそういう人たちに教わんないといけないわけじゃないですか。だけどなんか逆になってるっていう、何だろうな、その人生経験いっぱいあっていろんなこと学んでるはずなのに、なんかその人がその人たちがその人たちの世代が僕みたいな若造から学んでいくと、なんかねこれどうなんだろうみたいな、ちょっと思っちゃいますよね。ちょっとね喉乾いたんでパーキング寄ります。雨降ってきました。ここすげえな、ここ山の中だぞ、山の中の、山の中の、うわすごいぞ、なんだこれ、
おー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 おお、すげえ山ん中、こんなとこあんだ。ここ初めてかもしんない、来たの。結構でもでかいな、トラックがめちゃめちゃおる。トラックが結構、あれ結構でかいっすね、ここのサービスエリア。ここ初めて来ました。結構小さいの、小さいと思ったら結構でかいっす。駐車場半端なくでかい。でトラック野郎がいっぱいいますよ、トラック野郎が。あ、ここ結構いいっすね。ここなんか穴場だな。ちょっと僕もいろんな今サービスエリア来たんですけど、まあ全国回ってサービスエリア来ましたけど、ここ穴場ですね。ここ穴場です、穴場。ちょっと行きましょうか。いや、ここ穴場ですね。ちょっとここ穴場です。ちょっとびっくり。ここはちょっとびっくりしました、今。みたいな。匂い棒がない。俺の匂い棒。あれ、あ、もう完全都市ですね。めちゃめちゃ今探しましたよ。めちゃめちゃ探してからの、もうね、チンコの上に置いてありました。ダメですね、僕も。でもちょっとね、眠いです、風呂入ったから。うん、眠い。はい、じゃあちょっと行ってきます。ちょっと買いたいものもありますので。まあ、雨降ってきましたけどね。雨降ってきましたけれども、疲れた。疲れましたね。よいしょ。よいしょ。疲れた疲れた。ここは本当山の中にありますね。山の中。山の中です。山の中にあります。山の中。山の中にありますけど、これはね、でかい。いや、まあ山の中だからでかいんでしょうけれども、これはすごい。ほら、山がすごいもん。あ、あそこ富士山見れんじゃない？あそこ、あそこ富士山見れますけれども、かかってますね今。ドンマイですね、かかってます。あれね、多分見れたら超綺麗ですね。はい。あゆざわです。富士見食堂。結構綺麗ですね、ここ。富士見食堂。うまそう。
生ガキ定食、うまそう。結構綺麗ですね、ここ。びっくり。ちょっとびっくりですね。結構綺麗な、あ、シャワーもあるんじゃないですか、ここ。シャワーありますよ、ほら。コインランドリーもある。あ、ここやっぱトラックの、多分メッカでしょうね。トラックの兄ちゃんがいっぱいいるから、多分。うん。あ、最高級プレミアム生クリームソフト500円、500円は高いね。